現在ね、佐久市中込にございます佐久グランドホテルに来ております。今回はね、こちらで一泊で朝食付きのプランですねに予約いたしまして泊まりたいと思います。もうこんなにね、夜遅いね、大雪の中になっておりますので、具体的なね、宿泊プラン等につきましては客室の中で説明したいと思います。なんかね、見ていただいたと思うんですけどもね、ごくごく普通のね、シングル部屋でございます。まあ今回ね、北京オリンピックやってんですけども、まあこんな感じのお部屋でございます。まあね、今回夜遅いね、チェックインだったんですけどもね、佐久グランドホテルね、こちらになっております。1泊6280円でこちらですね、楽天スーパーポイントが1884ポイントつきましたという感じでございます。でいつもの恒例の新州割スペシャルを今回使わせていただきました。今回のね、宿泊のからくりを説明したいと思います。今回泊まったこちらの佐久グランドホテルの一泊朝食付きのプランで6280円でございます。でこちらですね、新州割スペシャルを使ったということでですね、2500円引きになりますので、こちらでお支払いした金額が3708円になります。でこちらのクーポンね、2000円分のクーポンがつきますので、そちら引いた金額が1780円になりますと。で先ほど説明した通り、こちらは楽天スーパーディールで、こちら6280円分から 30% の楽天スーパーポイントがつきますので、1884ポイントつきますという形で、実質104ポイント分が今回お得になりましたというからくりでございます。先ほど1階のね、ロビー前に行ってきて、ホットコーヒーを入れてきました。とても美味しかったですね。今こちらに飲んだ跡があるんですけども、美味しかったです。多分ね、充実はしてなかったんですけどね、いろいろとドラえもんとかね、意外に新しいね、漫画本がありましたと。あとね、パソコンコーナーも入り口のロビーのところにありましたと。まだね、実際深く見てないんで、後で行きたいと思います。製氷機は4階にありましたので、こちらが使えます。あとお箸もね、備え付けのものがありまして、あとカップラーメンとかに使えるね、湯沸かし器ね、湯沸かし器もこちらにございますという感じで、基本的には至れ尽くせりと。あとね、電子レンジも1階のロビーのところにありましたので、すべてね、揃っております。先ほどロビーに行って地図をもらいました。こちらが佐久グランドホテルで、こちらがね、JR 中込駅。中込駅から約まあ10分ぐらいなんですかね。かかってこちらに来ましたと。結構夜遅かったので、道に迷っちゃったんですけどもね、たどり着きましたという感じでございます。現在ね、佐久市は雪が降っておりますね。結構雪、よく、
感じでございます。こちらがねどちらの方向かがちょっと私もわからないんですけれども、今年は結構雪が深いですね。あとはねお風呂に入って寝て明日を迎えたいと思います。こちらはね一泊朝食付きのプランでございますので、明日の朝食が楽しみでございます。おはようございます。今日の佐久市中込みはこんなに雪が降っておりました。朝食の感想になります。とても良かったですね。本当にね、あの食器も全部ね陶器とかガラスとかね使っておりまして、この見ていただいたように、まあ、ウインナーとかはねあのごくごく普通なんですけども、ハンバーグ、唐揚げとかね、本当に朝食からねスタミナ満点な食事が取れました。まあね雪がこんなにすごいという感じでございます。一泊で朝食付きのプランで、6280円がお安く泊まれましたというプランでございます。ご視聴ありがとうございました。